い、ちるちるです。今回は質問がとても多いフロントガラスにシリコン。今回は先日こちらの動画でも紹介したフロントガラスにシリコンルーブ DX。 フロントガラスにシリコンを適用させるとガラスがギラギラして走行するには危険と思っている方が多いようで、実際の走行映像を見てみたいというコメントが結構多く来ていますので、今回はそのコメントに答える形で実際の雨天時の走行映像を紹介していきます。ちなみにこのチャンネルでは洗車およびシリコン洗車歴7年の経験をもとにシリコン洗車関係の動画を多くアップしていますので、チャンネル登録もお願いします。現在フロントガラスにシリコンルーブ DX 施工してから2日が経ちましたが、予報通り雨が降ってきましたので、現在雨の中愛車ミニの現状を撮影しています。こんな感じですね。どうでしょうか。現在雨的には手元のスマホで降水量を見ていると5ミリから7ミリの降水量となっています。まあ肌感覚からするともう少ししっかり雨が降っている感じはありますね。このようにしっかりボディもフロントガラスも雨を弾いてしっかり撥水できている状況です。一応こんな感じになっています。しっかり弾いていますよね。で、今回はフロントガラスにシリコンルーブ DX を施工しても本当にギラギラしないのかということですが、しないと言ってもなかなか信じられないところもあるかなと思いますので、雨の中での一般道での走行と高速道路での走行映像でお届けしていこうかなと思っています。で、現在室内に入って室内から撮影していますが、こんな感じですね。しっかり撥水できています。またおそらくトンネル内での走行映像も見たいと思いますので、高速ではトンネル区間が2カ所ありますので、そのあたりもお届けしていきます。シリコンルブ DX、 数あるシリコン系の潤滑剤、滑走性、耐久性など求められる効果はいろいろ。これら全ての効果において従来のシリコン系潤滑剤を超えるプレミアムシリコン潤滑剤、それがクレシリコンルブ DX。 こちらをご覧ください。特殊高防止シリコンの配合により摩擦抵抗を大きく低減、抜群の滑走性能を実現します。そして優れた耐久性により摩擦を抑え、高い滑走性能が持続します。耐久性に優れるのでメンテナンスの頻度を抑えることができ、さらに耐水性にも優れているので水に触れる箇所でも長期間効果を発揮します。耐水性を実証するために各製品を施工した紙を水につけ、紙が水を吸収するまでの時間を比較しました。結果はご覧の通り、過酷な状況でも卓越した耐水性を発揮します。もちろん溶剤を使用していないので使える素材を選びません。全ての効果において従来のシリコン系潤滑剤を超えるプレミアムシリコン潤滑剤、クレシリコンルブ DX。で、シリコンルーブ DX が初見の方もいるかなと思いますので、一部クレ公式 YouTube チャンネルの動画を引用してシリコンルーブ DX を簡単に説明を行いました。で、簡単に2日前に施工したシリコンルーブ DX の様子を振り返っていきます。先日のこちらの動画でも施工だけでなくどうしてギラギラになるのかについて、その原因についても後半の方で説明はしています。結論を先に言うと、フロントガラスに油膜や鱗がついた状態でシリコンやシリコンルーブ DX を施工するのが大きな原因となってきます。どういうことかというと、普通に市販剤のガラコなどの施工方法にもしっかり施工前に油膜や鱗を落としてからしっかり下地処理をした上でガラコなどの施工をせよと必ず書かれているものです。簡単に言うとそれと全く同じってことです。で、現在フロントガラスにシリコンルーブ DX が施工ができました。このあたりムラが出ているってことはよくわかりますよね。施工直後はシリコン安定ボディであってもこんな感じでシリコンのムラがたくさん出てくるものです。ギラギラになる原因のキーワードとして覚えておいてほしいことは、この愛車ミニはシリコン安定ボディであるっていうことです。詳しくはこちらの動画で説明を行っていますので、あえてここでは説明を行いませんが、ギラギラになる方は本当にシリコン安定ボディになっているんですかっていうことです。その大切なキーワードを無視してギラギラになると言われても、そもそも前提が違いますので結果は見えているってことです。その点をしっかり見直してみてください。シリコン洗車は時間をかけてシリコン安定ボディになってこそのシリコン洗車です。まあどうもこのあたりが誤解されている方が結構多いようで、コメントの返信にもいつも困っている状況です。で、現在簡単にフロントガラスにもシリコンルーブ DX が施工ができました。こんな感じですね。
で、ここから実際の雨天時の映像、2日後の様子になっています。現在車内から見ている映像ですが、この通り一切シリコンのムラは確認できませんし、またギラギラしている様子も一切ありません。こんな感じです。で、雨天時の走行に切り替わっています。現在一般道を走行していますが、ちょうど信号に捕まって停車していきます。現在信号で停車中でワイパーを稼働させていませんが、この通りしっかり撥水しており、結構雨も降ってきましたが、視界性もこの通りしっかりあるってことがよくわかると思います。ちなみにこの車のフロントガラスには内側にも私はシリコンを適用させています。シリコンを内窓に塗っても曇り止め効果などは一切ありませんが、内窓にシリコンを適用させていくと、とにかくガラスの透明度が上がってきて、とにかく視界性が良くなってきますので、一度気になる方は参考にしてみてください。内窓にシリコンを塗っている理由は視界性が良くなる点と、あとは喫煙をしますのでタバコのヤニ対策も兼ねています。で、現在信号を通過して一般道を法定速度で走行していますが、こんな感じですね。どうでしょうか。現在ノンワイパーで一般道を法定速度で走行はしていますが、だいたい速度が45キロ以上出てくると、基本的にはシリコンだとノンワイパー走行もできてきます。まあその時の雨と風の強さなどで必ずしもワイパーなしで走行できるかと言われると、そうではない時もありますが、基本的には私は一般道であってもほとんどワイパーを稼働させていません。で、視聴者の皆さんが一番気になるところがトンネル内での映像。トンネル走行でも本当に暗いところでもギラギラしないのかというところだと思いますので、このまま高速道路のトンネルに向けて走行していきます。天気予報の降水量では5ミリから7ミリとありましたが、時間が経つにつれて少し激しく降ってきました。まあおそらく10ミリ以上はある感じになってきましたね。で、走行しているうちに高速のインターチェンジに入ってきました。ここから高速走行ですね。現在徐々にアクセルを踏んで、だいたい今65キロぐらいですかね。で、走行している状況です。で、こんな感じの撥水状況ですね。で、この辺りからちょっと合流車線に入ってきますので、ちょっとアクセルで踏んでいきます。現在75キロぐらいですかね。で、こんな感じの撥水状況になっています。で、現在合流しました。で、こんな感じですね。現在75キロぐらいで走行しています。で、ちょうど1個目のトンネルに差し掛かってきました。で、トンネルに入りました。こんな感じですね。どうでしょうか。ギラギラしていませんよね。こんな感じになっています。現在ヘッドライトはつけていませんが、こんな感じですね。ちょっとタイミングよく対向車が来たら良いのですが、こんな感じになっています。どうでしょうか。で、走行しているうちにトンネルを抜けました。で、現在雨も降っている状況ですが、ノンワイパーでこんな感じです。ちょうど75キロぐらいで走行しています。全くワイパーいりませんよね。で、途中映像的にはカットを行って2つ目のトンネルに差し掛かってきました。もう少しで2つ目のトンネル内に入っていきます。現在75キロで走行しています。で、こんな感じです。どうでしょうか。ギラついていますかね。タイミングよく対向車のヘッドライトなどが当たれば良いかなと思っていますが、対向車現れないですね。このまま抜けそうです。で、こんな感じですね。全くギラつきはないってことです。一応雨のトンネル内の映像もお届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。まあ私から言えることは、フロントガラスに KF96 シリコンであっても、今回のシリコンルーブ DX であっても、もし仮にギラギラして走行が危険な状態であったとすれば、私自身もフロントガラスにシリコンは適用させません。何せ私はもう7年以上ずっとシリコンをフロントガラスにも適用させていますので、本当に支障があればフロントガラスにシリコンは塗りません。都会に住んでいる方とは違い、私はこのミニを通勤で毎日使っていますし、田舎ですので通勤経路内にトンネルが3カ所あって、毎日トンネルも走行している状況です。何が言いたいのかというと、皆さんよりも年間走行距離は多い状況です。
その状況下でしっかりデータも取ってフロントガラスにシリコンを適用させても何ら問題がないので、ずっと今でもフロントガラスにもシリコンを継続しているっていうことです。シリコン洗車を行う場合、今回のフロントガラスにも適用させると、いちいちボディにシリコン、ガラスには違うものと使い分けが一切必要ありません。そのことはゴムであっても同様ですし、水素樹脂であっても同様です。最後にギラギラになるというデモを信じている方に向けてのメッセージを言うと、1回や2回のシリコン洗車と時間をかけてシリコン洗車を行ってシリコン安定ボディになった車を同じように語るのは、根本的にシリコン洗車を全く理解できていないということです。ガラスであってもボディであってもシリコン洗車は時間をかけてシリコンボディになってこそのシリコン洗車であるってことです。キーワードはとにかくシリコン安定ボディということです。フロントガラスにシリコンの場合であっても、シリコンボディになっていれば十分に3ヶ月ぐらいは撥水してくれる耐久性があります。ガラスの場合であれば、ガラスとシリコンはもともと元素記号でいうと SI でとても相性が良いので、体感的には4ヶ月ぐらいは十分に持ってくれる感じがあります。もちろん車には個体差がありますので一概には言えませんが、7年シリコン洗車を継続しての結果です。で、最後にもう一度トンネル映像を見ています。こんな感じです。こんな感じでこのチャンネルではシリコン洗車関係の動画を多くアップしています。今日の動画が役に立った、もしくはためになったという方はグッドボタンもお願いします。本日の動画は以上となっております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。